今日紹介させていただく、はい、この自分の強みを見つけよう、8つの知能で未来を切り開くっていう本なんですけど、うん、この動画を上げた時にですね、はい、まあ、こんなコメントをいただきまして、NW さん1個だけコメントが入ってですね、はい、この続編を楽しみにしてます。あ、はいはいはい、今の学校で身につけたり、うん、力を発揮できるものは、うん、8つの中の2つくらいなんですよねと、うん、要は他が優れていても評価に大きくつながらない、うん、でそれで自信を持てない子たちがたくさんいると思う、うんうんうん、でもそんなことないよって早いうちに見つけられたら、うんうん、見つけてあげられたらいいなと、うんうんうん、要は学校では基本、うん、頭がいいってされるのって学力ですよね、うん、もう学力に関係するところですよね、だからのみなんですよね、うんうん、でここで挙げられる、うん、ちなみにこの8つの知能というのは、うんうん、論理数学的知能と、うん、が一つで、一つが言語的知能、うん、で一つが音楽的知能、うん、一つが空間的知能、うん、一つが博物的知能、うん、一つが身体運動的知能、うん、一つが対人的知能、うん、一つが内省的知能、うん、でこの8つなんですけども、うん、多分学校で評価されるのって、うん、論理数学的知能が優れていると、うん、多分あの人は頭がいい、まあでも理系って話ですよね。でもまあそこができると、うん、他もできそうですけどね。論理的に、なんかただ記憶するの、なんか歴史を覚えるとかって、まあ好きじゃないとなかなか難しかったりするじゃないですか。まあ、確かに。なんでまああとは評価されるとすると、うん、言語的知能っていうのだけなのかなと思うのは、確かにこの頭がいいとされる。で他が優れていても評価されないので、うん、なんか自信なくしてしまってやる気がなくなってしまってみたいな、うんうんうん、負のスパイラルがあるのは、うんうん、まあ、それのせいにしてるって言われるとそれのせいにしてるのかもしれないんですけど、要はやりゃできるんだよって言われると、うん、でもなんかそこで自信をなくしてしまうと、うんうん、なかなかやる気にならないのかなとは思うんですね、まあ、差はあると思いますよね。同じようにやって、はい、まあ、差は出たり、好き嫌いでもね、好き嫌いもあるし、はい、まあ本当に努力してないからっていう人もいるだろうし、そうだから僕はあのいろんな符号ではあるわけじゃないですか。本当速さの問題とか、うん、数学でまあその最近やったんですけども、うんうん、もうつくづくできんなと思って、まあ、そこってもうやりたくないって思ってる部分もあるじゃないですか。やってこなかったですからね。やってこなかったから、はい、でも考えるのが嫌だみたいなところがあるじゃないですか。苦手な教科とかって、はい、やればできるかもしれないけど、もうやり方が分かんないんですよ。やり方はでも勉強 してなかったから、そうそうそう、はい、でその勉強する段階でこれは苦手だみたいなのがあると、もうなんか触らなかったりするものってあるじゃないですか。触ってこなかったです、はい、ちなみにこの、まあ、冒頭から申し上げているこの多重知能とは何かなんですけども、はい、多重知能理論、マルティプルインテリジェンシズインテリジェンスセオリー、うん、MI 理論っていうのがあり、1983年に提唱された理論、うん、で人間はみんなそれぞれ脳の各領域に対応した8つの知能を持っており、これらの知能はそれぞれに大いに伸ばすことができるという考え方です、うん、ガードナー博士、ハワード・ガードナー博士ですね、うん、多重知能理論の生みの親、はい、ハワード・ガードナー博士によると、知能っていうのを人が問題解決を行う際に使う力と定義し、うん、その力を大きく8つに分類したものだというものが多重知能理論だと、うん、ちなみにこの8つの能力はですね、論理数学的知能、もう一回言いますが論理数学的知能、これは論理や数学と演算を理解し使う能力ですと、うん、物事を 順序立てて抽象的に考えることが得意、うん、でその中に複数の要素が混ざっていればお互いの類似性や関係性も考えることができる、うん、言語的知能というのは、うん、言葉を効果的に使う知能ですと、うん、心にあるものを表現し他人を理解するために、うん、口頭や文字でのコミュニケーションが得意、うん、この知的言語的知能が強い人は言葉で物事を考え聴覚も優れている傾向が強いですと、うん、
読書や言葉を使う遊びを好む、なんてことが書いてありますね。で、音楽的知能は音のリズム、高さ、メロディーといったハーモニーみたいな概念を理解し使う能力ですと。音楽的知能が強い人は音楽を好む傾向があるほか、日常の中にある生活音にも敏感、なんで音楽に関わる教科を習得するのが早い傾向があると。で、空間的知能っていうのは空間やその中にあるものを認識したり、その認識を可視化したりする能力です。建築家や飛行機のパイロットなどに求められる。ああ、なるほど。身の回りの環境に敏感で、絵画、ジグゾーパズル、地理、空想などを好むと書いてありますね。で、博物的知能っていうのは物事や自然現象を認識し理解したり分類したりする能力です。8つ目の知能として1995年に新たに追加された。博物的知能が強い人は好奇心が強く博識になりやすいなんて書いてありますね。で、身体運動的知能、なんかこれも知能なんですと。身体全体またはその一部、手、指、腕などを使って身体運動を調整する能力ですと。踊りを得意とするダンサーや繊細で的確な動きを要求される外科医などに求められると。自分の体をどう動かせば効果的なのかを理解し、動かすためのセンスを持つ。なので運動、創作、体を使ったコミュニケーションを好むと。で、対人的知能っていうのは心にあるものを表現し、他人を理解するために口頭や文字でコミュニケーションを取る能力。対人関係を通じて積極的に学ぶことができると。これが強いと友人が多いとか共感に富みとか、あとはストリートスマートが強い。ストリートスマートちょっと待ってくださいね。ストリートスマートとはなぜ今ストリートスマートの人が重要なのかっていうサイトを見ると、はい、ブックスマートの対義語として使われる言葉ですとブックスマートとはですよストリートスマートとは、はい、まずじゃあ先に、はい、ブックスマートとは、はい、例えば手本とか文献、学識、しきたりなどの意味が含まれていて、スマートは賢い、なんで学があって賢い人、なんで例えば東大などを卒業して政府高官などキャリア官僚になる人が、ブックスマートな人たち、まあ、ちゃんと勉強して賢い人って意味ですね、はい、多分。まあ、他には一流大学を出て大手企業に就職しっていう人たちもブックスマートだ。一方ストリートスマートな人たちとは、実体験、現場、社会などの意味が含まれていて、ストリートスマートな人とは学がなくても実体験を通じて知識や知恵を身につけていき、例えばその実体験に投資しアウトプットを学びとしていて、一見遠回りしているみたいでも、実は最短ルートで、中卒だけど経営者です、バリバリ稼いでます、で仕事うまいことやりますみたいな人ですよね。でもう人の中ですごい上手に泳いで、的確に、あ今ニーズはこれだ、じゃあこれをやる、やってみよう、やってみた、うまくいきましたね、学はないけど優秀みたいな人ですね。でもあとはできる人を雇っちゃえ、東大生雇っちゃえ、みたいな人かもしれないですね。なんでそのチャレンジを忘れず実体験から通じて学び続けられる人は、どんな時代環境でも成功をつかめる可能性を秘めていると、っていう人たちがストリートスマートな人たち、対人的知能に優れている人は、ストリートスマートな人が多いかもしれない。それでやっていけるのも確かに社会ですよね。まあ、うまいこと立ち回ってるって話ですかね。はいはい、はい、であと内省的知能というのがあり、これは自分の考えや感情、好み、理解、利害を理解しコントロールする能力ですと。内省的知能が強い人は人と距離を遠ざけようとする傾向が強いと。これは自分の世界を大切にしており、これに対して干渉してほしくないためだと。ただこれは必ずしもコミュニケーションが増えてと言ってるわけではない、ただ自分がそういう風だって分かってるけど、別に小説家、お笑い芸人の又吉さんも人が嫌いだって言いながらも、ちゃんと人と付き合い、作家の知り合いもたくさんいて、西加奈子さんとも
中村文則さんとも、うん、あの上手に付き合いながら、うん、親友だって言ってますからね。まあ、コミュニケーション能力が低いって話ではないってことですよね。うん、はい。で、うん、この例えばその能力がね、まあ、今隊長と私は、はい、ここの今出ているような縁をつけましたが、はい、うん、それぞれで伸ばし方があるってこの本にはあるんですね、うん、じゃあ例えば1番、はい、論理数学的知能があるじゃないですか、うん、例えば活動内容、うん、独学で新しい言語を覚える、うん、本の参考書とラジオを主に使って勉強する、うん、っていうのがあると、うん、まず1番目に伸びる知能としては、うん、参考書を主体に進めるので、うん、言語的知能が伸び始めます、うんうん、そうすると2番目に、新しい知能を学ぶことで、うん、博物的知能が伸び始めると、うん、そうするとこの、ま、ラジオを主に使って勉強していくと、うん、ラジオで発音を聞きながら勉強することで、うん、音楽的知能も伸びる、うんうんうん、なんていう伸ばし方が書いてあるんですね、うんうんうん、では例えば2番目、うん、この言語的知能、うん、この言語的知能も、例えば目的地までの最短の道のりを計画する、うん、で計画した道のりは文章にしてまとめる、うん、っていうのを やると、うん、道のりを視覚的に考えるため、うん、空間的知能が伸びると、うんうんうん、そうすると道のりの順序を考えるため、うん、論理数学的知能が伸びると、うんうん、論理的にも考えれるようになる、うん、あそこ行ってこうやって行ったら近いよなみたいなってなると、うん、道のりを文章に起こすため、うん、また言語的知能が伸びる、うんうん、なんていうこの一つのことをやり始めると、うん、なんていうんだろう、順番にこういうのが伸びるって書いてあるんですね、うんうんうん、では例えば3番目で書いてあるのが、例えばこれは、身体運動的知能なのかな、例えば新しいチームでサッカーの練習をする、そうすると周りは知らない人たちばかりなのでコミュニケーションが必要になる、うんうん、そうするとサッカーをすることでまず身体運動的知能が伸びる、うん、で周りのチームメイトと円滑に連携を図るため対人的知能が伸びる、でまたサッカーのフィールドを意識するため空間的知能が伸びる、で周りとコミュニケーションを図るため言語的知能が伸びる、うん、さらに自分のチームでの役割を把握しながら動くため自分の能力、うん、内省的知能が伸びる、うんうんうん、っていうのがありますね、うん、であと例えば夕飯の献立を考えながら買い物をするっていうのがあるんですけど、うん、そうすると数々の料理レシピを思い出すため、うん、博物的知識が伸びる、うん、そうすると、効率よい調理の手順を考えるため論理数学的知能が伸びる、うん、そうすると考えながら食材を買う場所を決めるため空間的知能が伸びるなんて書いてありますね、うんうんうん、で例えばその5、パソコンで自ら設計したプログラミングを行うっていうのがあるとすると、うんうん、まず正しく動くプログラムのコードを書くので論理数学的知能が伸びる、うん、そうするとプログラムの命令に詳しくなるので、うん、博物的知能が伸びる、うん、でどの場所でどの命令を使うのかを考えるので、うん、空間的知能が伸びる、うん、そうするとプログラム言語を使うことで言語的知能が伸びる、うん、これ今ピンときます？隊長聞いてて。まあきますよ。あ、どういうことですか？僕あのプログラム全く分かんないので、はいはい、これで本当にその空間的能力とかって、うん、伸びるとかって思ったんですけど、のまあピンと空間、まあでもここをこうしてこうしてみたいなイメージですよね。それをイメージすれば伸びるかもしれない。でも確かに僕もあの、うん、最近料理とかやるようになってるんですけど、確かに料理って野菜炒め作るにしても切ったのをどこに置くかとか順番、焼く順番だと、じゃあその料理を置いてく、置いておく場所とかも確かにあるか。でそこを論理的に考えれば論理的に能力が伸びますよって話じゃないですか。っていうのは確かに何か一つをやり始めると、で複合的にはなるなとは思います。伸ばさないこともできる気はするんですよ。
全部常に行き当たりばったりで料理すればでも、うん、それをやっていくと、うん、考えてないにしても、うん、うまくはなっていくじゃないですか。でそれは考えてるって話じゃないですか。あ、自分で考えてないと思ってるだけで、そうそうそう、考えてるから伸びる。だから能力ってこれ特性みたいな話じゃなくて伸ばせるよって言ってますよね。言ってます、うん、例えば、バンドでレコーディングを行う、うん、まず曲を正しく演奏することで音楽的知能が伸びる、うん、他のメンバーと合わせるために対人的知能が伸びる、うん、で楽器の演奏っていうのは、うん、身体運動的知能、うん、まあ、確かにそうですね、うんうんうん、上手に動かせないと上手に行動を抑えられないですもんね、はい、で例えばソロダンスコンテストに向けてレッスンを受けるっていうのでも、うん、まずダンスの練習をすることで身体運動的知能が伸びますよと、うん、で曲に合わせて踊るため音楽的知能も伸びる、うん、でステージ上の位置の把握とか、うん、っていうので、あとはまあ自分の体を動かすときでも、うん、要は空間的知能が伸びる、うん、っていうこの何かを一つやるっていうのでも、うん、複合的に脳みそは使うので、うんうん、だから意識した方がいいと思うんですよ。はい、僕は論理的が苦手だからとか言って放棄しちゃダメみたいなやれば伸びるからって話ですよね、うん、でも普段なかなか数学って勉強しないですよね。まあ、数学だけじゃないって話ですもん。その料理をするにもここに置いた方が効率的だよねっていうのは全部論理じゃないですか。この順番で入れると時間が早くなりますよね。論理でした。論理でした。時間効率が良くて時間が時短になりますよねみたいな、はい、で実際に数学的な計算はしないけど時間が短くなるみたいなのは計算してるわけじゃないですか、感覚で。だからねやっぱ、うん、初めね、うん、野菜炒め1個作るのに、うんうん、3人分の野菜炒めを作ります、はいはいはい、45分かかったんですね、はい、でそういうとこですよ多分。考えるわけじゃないですか。でも多分これはやっていくと、うん、多分どんどん短くなるなとは思うんですよ、うん、でこれをここに置いた方が時間が短縮できるなとかっていうのは論理的な話じゃないですか。論理、全部論理です。全部論理、この順番でやった方が効率的だなとか。全部論理です、うん、はい。